デカチンって一体誰のこと？エリザベス。あの竜のひげのような巨大なチンコ、伝説の王子クリュー公使、ドラゴニア。生きておられたのですね、ドラゴニア王子。開けるの？お姿は変わられたが、そのチンコ、ジーヤは覚えておりましたぞ。カツラさん、俺は自分が何者かわからないまま生きてきました。ジーヤ、チンコ喋ってっけど。自分はどこで生まれた何者なのか、俺は多分昔、自分が何者かもわからなくなるほどの事故にあった。そして、七五さまよい。俺の名はドラゴニアだと。いや、ドラゴニアじゃねえだろ。今の階層何これ。そっちたちもなんか言ってやってくれ。ジーヤがこの化け物人口をドラゴニア王子とか言い出して。我らが王よ、あの無礼な豚を射殺する命令をお与えください。チンコだけで即くらがえ、尻軽すぎんだろ貴様ら。